阿部彩香です。日の江又村出身です。小学校中学校を日の江又村で過ごし、高校は会津若松市の若松商業高校に通っていました。高校卒業後、南会津町の方で3年ほど事務職として勤務をしていました。契約期間の満了に伴い一度日の江又村に帰ってきて、そこから、日の江又村の温泉特産事業所で働いています。アルザ尾瀬の里というところで、受付業務や軽い事務作業などをしたり、尾瀬の里交流センターの食堂で、食堂に関わる仕事や売店に関わる仕事をしています。270年以上続く日の江又村の伝統芸能日の江又歌舞伎の千葉の屋花駒座の座員としても活動しています。なぜ奥会津にということなんですけれども、もともと日の江又村出身なので、南会津町の方で働いてたんですけれども、ちょうど契約期間も満了したので一度地元に帰ろうかなと思い戻ってきました。でそこで今の温泉特産事業所が、人が少なくなるということだったので、そこで働かないかということでお声掛けいただきまして、それで今働かせていただいています。日の江又村は尾瀬の玄関口として知られる人口500人程度の小さな村です。交流センターの食堂では日の江又名物の立ちそばや八頭などを提供しています。また日の江又は公衆浴場を3つ営業しています。湯量も豊富なので村の全部の家庭にも温泉が引かれています。私は日の江又歌舞伎の千葉の屋花駒座の座員として活動しています。きっかけは24歳の時に、座員の方から裏方として入らないかと誘われたことがきっかけです。裏方だったら役に立つならいいかなと思って、結構気楽な気持ちで入りました。日の江又歌舞伎は江戸時代から270年以上伝わる村民が演じる村民のためのお芝居です。その歴史は日の江又村の村民がお伊勢参りの帰りに立ち寄った江戸で見聞きした歌舞伎を感激し魅了した村民が再現したのが始まりとされています。日の江又歌舞伎を運営する千葉の屋花駒座は大正11年1922年に誕生しました。2年前の令和4年に設立100周年を迎えています。座員は村の幼児から70代までの男女合わせて30人ほどです。公演は村の鎮守神社の境内にある舞台舞殿で行われます。奉納歌舞伎として5月12日の愛宕神社祭礼と8月18日の鎮守神社祭礼の2回行われます。この他に観光客を対象に9月の第1土曜日に行われ、年に3回ほど公演しています。裏方として花駒座に入ったんですけれども、25歳の時に役者として初舞台を踏みました。その時の演目が玉物前朝日のたもと道春館の段というもので、私は初花姫という役を演じました。裏方としてやっていくものだと思ってたので、1月の新春の顔を合わせの時に台本が渡された時はもうすごくびっくりしました。もちろんやると思ってなかったので、すごくびっくりしたのもありますし、ちゃんとできるのかなっていう不安はすごくありました。練習は2月からスタートして、2月のうちは夜の7時から9時頃までだいたい週に3回やっています。で3月からは、4月の発表会に向けて練習するので、そこまずは3月からは毎日練習しています。
正直、毎日となると本当大変なんですけれども、やっぱ練習していくうちに課題が結構見つかるので、当日まで不安なまま過ごしています。初舞台の時も本当毎日いっぱいいっぱいで不安ばかりで、初舞台で覚えているのは本当無事に終わってよかったなっていう、もうほっとした記憶しかないです。100周年の記念公演でも演じさせてもらったんですけれども、まあその時はなんだ、まあ、花駒座の一つの節目に携わるという貴重な経験ができてすごく良かったなと思っています。やってて良かったなと思う時は、見に来てくれたお客様が拍手をしてくれた時がやっぱり一番嬉しいですね。日の絵又歌舞伎で大事にしているのが一向上二眼三振りというものです。向上がセリフ、二眼が目や顔の表情で、振りはその歌舞伎の所作ですね。それその大事な順番が一向上二眼三振りとなっています。で、私が目標としているのは先輩方のような綺麗に見せる歌舞伎です。先輩方の口上や振りはとてもしなやかですごく憧れます。私はまだ覚えることにいっぱいいっぱいで、すごく硬い動きになってしまっているので、まだ綺麗に見せることができていないんですけれども、いつか先輩方のように見に来てよかったなって感動してもらえるような演技ができるようになりたいです。奥会津の暮らしは自然がたくさんあって、周りもみんな知っている人で、なんかすごく温かい環境で生活できていることがすごく当たり前だなって思ってたんですけど、やっぱ田島で一人暮らしをしている時、知り合いも本当少なくて、なんかすごく寂しい思いをすることがありました。やっぱ一人暮らしをしていると、まあ、話し相手がいないっていうのもそうなんですけど、なんかすごく日常になんか追われていて、自分に余裕がなかったなってはすごく思います。でやっぱりこっちに戻ってきて、その温かい環境で生活できていることが、まあ、すごく幸せだなって感じます。雪が多い面ではすごく不便なんですけど、それ以外にあまり不便に感じることはないかなとは思います。やっぱ日の絵又に戻ってきて、結構自分の時間が持てるようになったので、すごく心に余裕もできたし、やっぱ分からないこととかがあっても誰かに頼れば絶対助けてくれるので、そこはすごく助かってます。なので自分もそのお客様が困ってたりした時は親切にできる余裕も生まれました。奥会津らしさっていうのは、その地域ごとになんかそれぞれの特色や暮らし、まあ、文化があることかなっては思います。まあ、日の絵又村で言えば、まあ、登山、ハイキング、まあ、あと
立ちそばとか、まあ、日の湯又歌舞伎ももちろんそうだと思うんですけれども、その地域ごとになんか有名なものがあるかなっては思います。で、まあ、確かに田舎なので、まあ出るにも苦労したりとかいろいろ不便だなっていうところもあるとは思うんですけども、やっぱりその不便にまあ慣れているっていうか、まあその適応して暮らしているから、みんなやっぱ全然不便とも感じていないし、まあ自分たちなりに楽しく生活ができていると思います。奥会津に住んでいると出かけるのにも時間がかかるし、欲しいものとかもやっぱすぐは手に入らないんですけれども、その分でも自然豊かなところで暮らしているので、なんか自分に余裕ができるというか、まあ、心はすごく豊かになるなっては思います。やっぱ不便、まあ、不便なことは結構多いとは思うんですけれども、みんなもう慣れているというか、まあ、不便に感じていないので、自分なりになんか生活のしやすさを見つけていて、まあ、田舎の暮らしを楽しんでいるかなっては思ってます。日の江又の子どもたちは日の江又での生活にすごく満足しているっていうのを聞いたことがあって、その満足できている環境っていうものをこれからも守っていけたらなとは思います。日の江又村は私にとっては住めば都、ある意味楽園なのかなと思ってます。